国学者、歴史学者。元東京帝国大学教授。大日本史において最後まで未完であった。表、志を執筆した。号は栗里。陽名は八十吉。署名は李三郎。栗田武雄海軍中将は孫。水戸城城下町で代々油屋を営む栗田、正文の子として生まれる。 幼少より読書を好み、親からもらった毎日八分のお小遣いを貯めて、二日に一度十六分の絵像紙を買って、古の武士の活躍に心躍らせたという。後に、石川剛治,治、相沢正司祭、藤田東子らに、漢学、国学、史学を学んだ。二十歳の時に、古事集を表した。二十四歳の時、町人出身ながら、 商工館への出資を命じられ、豊田松岡の指導を受けながら、司書編纂事業に当たった。文久元年に、国造本技校を表して、その将来を職望される。また、翌年に以前から手掛けていた、大日本史の本技列伝全100巻を書写し終えたが、その中で紀伝体歴史書には、必要な、志と、表、特に、日本神話の研究には欠かせない。 仁義師が未完成であることを嘆き、その完成を志した。だが、徳川成明、豊田松尾からが、相次いで世を去り、水戸藩内は、清掃の時代に入る。栗田は清掃には、関与せずに、商工官の維持に尽力したが、藩内の理解を得られずのに下った。慶応三年に、大日本史編三祭回論が高まり、栗田は、 昇降官物書規約として呼び戻される。明治2年に栗田は藩に上書して、大日本史の表、志雑誌の編纂をして、天下に尊能の大道を示すべきであると唱えた。この年、昇降官は、水戸徳川家直属機関となり、水戸藩の支配から離れて、栗田ら職員も水戸徳川家の家父となった。だが、 これによって、藩の政治の動向に返纂が拘束されることは、なくなり、以後の返纂事業は大いに促されることとなる。明治4年に、刑法士の観光を行い、順次完成した志の観光を行う。廃藩地県後に、茨城県、京務省、修士局への出資を命じられ、新党再取制度整備や修士事業に尽力するが、明治8年に辞職して、 大日本史編纂に専念、仏寺史、食官史、史族史、霊学史、食家史などを刊行する。また、明治13年には、史塾、婦人学者を開いて、未戸学を受け継ぐ、次世代の育成に努めた。明治17年に、栗田は、元老院純僧人ご用係に召されて5年間勤務、明治22年に辞任して、再度、 大日本史編纂に専念するも、明治25年に、東京帝国大学文科大学教授として、再度出資して、日本史、国文学の講義を持った。この頃になると、栗田の教えを受けた世代が、栗田の構想をもとに残された、志、表の編纂作業に努め、栗田の悲願であった、人技師も完成した。明治32年に、栗田は63歳で死去。 大日本史は一部の工程などを残して、ほぼ完成していた。死の直前に十四位と文学博士が授けられた。明治天皇に大日本史完成の上奏がなされたのは、栗田の死から七年後である。ありがとうございます。